スタンドフラワー演劇公演、世界はそれを変えたと呼ぶんだにご来場いただき誠にありがとうございます。開演前にいくつか注意点がございます。携帯電話の電源をお切りください。もし携帯電話が鳴った場合には一からやり直しますので、上演時間が長くなる場合がございますがご了承ください。では携帯電話をお切り時間を設けます。はい、どうぞ。場内での飲食、喫煙、許可のない撮影、録音、録画は深くお断りいたします。ただしカレーパンをお食べになる場合は特別に目をつぶります。嘘です。当劇場内ではマスクの着用をお願いいたします。上演中の死後はお控えください。ただし笑い声、拍手は大歓迎です。はい、どうぞ。上演中は避難誘導灯を消灯いたします。非常時に備え出入り口をご確認ください。また非常時にはスタッフがご案内差し上げるまでお席にてお待ちください。今のうちにお手洗いをお済ませください。お手洗いは受付近くにございます。上演中お手洗いに立たれますと周りから白い目で見られることをご了承ください。後ろの方の感激の妨げとなりますので帽子はお脱ぎください。なおカツラは大丈夫です。本公演の上演時間は約90分を予定しております。それでは間もなく開演いたします。今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。それではただいまより上演いたします。最後までごゆっくりお楽しみください。段差なんてないよ。ほら
しかも2回これで。え？ああ、すいません。ねえ、もう帰るの？うん。君はゆっくりしていったらいいよ。気にしないで代金は払っておくから。そうじゃなくて。ねえ。まだ何かあるの？いや、ないけど。僕たち別れるんだよね。そうよ。だったらこういつまでも一緒にいたら気まずくない？まあそれは私たち別れるんだよ。そうだね。何もないの？はあ、今まで本当にありがとう。この僕と5年間も付き合って君と付き合えて本当に幸せだったよ。ありがとう。じゃあ僕はこれで。え？すいません。そうじゃなくて、ねえ、ちょっと、なんか聞きたいことないの？何だって？だから、なんで別れるんだろうとか、そう、理由、気にならないの？なんで？なんで？私たち5年も付き合ってたんだよ、5年。特に問題もなく過ごして大きな喧嘩をすることもなかったじゃない？そんな二人が前触れもなく別れるんだよ。そうだね。そんなのになんとも思わないの？え？ああ、まあ、それは。でしょ？思うでしょ？そう、思うよ、ほら、思うものなら思って普通なの分かってくれた？まあ、分かるけど。でしょ？でも、何か理由があるなら君が自分から言うだろう。言わないってことは、言いたくないってことなんじゃないの？それは、あ、それとも話したいの？はたったら言ってよ。ちゃんと聞くから。そういうわけじゃなくて。大丈夫、これ以上は聞かないから。君の困ることはしたくない。それに
分かってるから。え？理由。僕たちが何で別れるのか言わなくても大丈夫だから。そんなことない、絶対に分かってないよ。分かってる。適当なこと言わないでよ。言ってないよ。私好きな人ができたの。そう。嘘よ嘘。どういうこと？分かんないの？いや分かんないよ。じゃあ私も分かんないよ。じゃあどうしたら。理由を聞いてもいいんだ。理由は何なの？僕たちが別れる理由は。言いたくない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 。いや、どういうこと？君が聞けって言うから聞いたのに。ちょっと待って、聞けって言うから聞いたって何？最後かもしれないんだよ。結局あなた、私のことなんかどうでもいいんでしょ。そんなことないよ。嘘おっしゃい。え、ちょっと待って。嘘おっしゃい。嘘おっしゃい。え、何？いや、今、嘘おっしゃいって言ったよ。言ったよね。いや、聞き間違えかと思った。何よ。いや、そんな言い方する人初めて見たから。いや、そんなことない。嘘おっしゃい。それが君好みなのかなって。そんなわけないでしょ。どうりで初めてのエッチの時もそうよ。お昼寝ラッポ違う。おとぼけビーバー違う。淀川の時はなんで初めてが外なのよ。外？それは君がしたいって言ったから。それがしたくなかったの？うん、そうだよ。だったら断んなさいよ。僕は君に嫌われたくないんだ。あなたね、自分が普通だと言いたいわけ。十分アブノーマルじゃない。だってあれは君。じゃあ一旦セックスする？はぁ、なんでこんなお店。どうぞ、始めてください。やめて、あなた何見てんの。ちょっとお前はいつもこういうのを見たときにこういう反応をして。浮気じゃないか。お前だけだから。あ、ごめん、すぐ準備するから。ズボン履け。そうだね。今日は今から仕事なの。え？だから今から。何言ってんの？今日は土曜日だから会社はお休み。それに夕方だからもう仕事なんかあるわけないでしょ。いや、そっちの仕事じゃなくて夜の仕事。え？何言ってんの？夜の仕事だよ。働いてんでしょ。え？何言ってんの？誰かと間違えてんじゃない？この前ママの愚痴言ってたじゃない。え？私が申し訳だからってバカにしてるわけ。バカにしてないよ。君が楽しいならそれでいいよ。何言ってんの？してないって言ってるでしょ。分かったのね。分かったよ。あ、ちょっとタバコ吸うの。え、何吸うわけないじゃん。でもそれ。え、何？いや、その手に持ってるのタバコでしょ。え、分かんない。私タバコ吸ったことないから。え、そうなの？え、じゃあなんで？わかんない、私のじゃないから。ちょっとよくわからないな。あ、そうなんだ。あ、拾ったの？そうだ、警察に届けようと思って。あ、1割もらえるしね。1割もらえても私別に吸わないからどうでもいいっていうか、そっか。あんたさ、5年も付き合ってんのに私のこと何も信じないね。え、これ、返すわ。何これ？財布？そう、あなたの財布。返してくれるのか。え、驚かないの？2年前に取った財布だろ。そうだよ。え、知ってたの？うん、知ってたよ。腕時計もだろ。え、パソコン。蛇口。畳。そのうち家まで取られると思ったよ。そんなわけないじゃん。なんて言わないの。母子家庭だから。バカにしてないよ。それに一
ったら君が困るだろう。それは。はい、1割。ありがとう。やだやだ、やめてやめて。うん。はい。ありがとう。私たちなんで付き合ってたんだろうね。そんなの好きだったからだろう。好きか。僕は今も好きだよ。嘘をおっしゃい。嫌われたくないだけでしょ。いや、だからそれは好きだから嫌われたくないでしょ。もういい。君にはわからない。どうですか。
私はお腹は痛くない気がします。そうですか、お腹は痛くない気がする。痛むのは心です。はい、そうです。何かお悩みでも。その前にドリンクの注文いかがですか。あ、そうだね、ごめんなさい。あのハイボール一つ。はい、ハイボールですね。私も一緒にいただいてもいいですか。ありがとうございます。すいません。あれ、あ、いや、ハイボール二つお願いします。かしこまりました。おタバコ吸われます。あ、いや、僕は。じゃあちょっと私失礼して。わかりました。どうかされました。いやいや、面白い店だよね。そうですか。初めて来たんだけど、なんて言うんだったっけ、こういうの。コンセプトバー。そう、コンセプトバー流行ってるんだよね。そうですね、最近多いみたいです。大丈夫だった僕。大丈夫ですよ。でもお客さん珍しいですよ。何が。お医者さん、お客さんがお医者さんをやられるなんて。そうなの。はい、大体は患者さんをやります。あ、そうなんだ。え、それって大丈夫。大丈夫ですよ、お客さんが好きな方やっていただいて。コンセプト用意しよう。それでお店だもん。あ、そうそうなんだ。お客さん、普段はどこの病院に勤めてらっしゃるの。お医者さんですよね。違う。違うんですか。え、すいません、あまりに自然だったんで本物かと。そう、はい、普段お医者さんとかよく来るの。いや、来ないけど。あ、そうなの。はい、知らないけど、まあ息抜きにならないでねえの。いや、わかんない。部類の医者好きっていうパターン、昼のお医者さんやって夜もお医者さんやっちゃうっていう医者好き。ね、でもそれだったら普通夜勤に入りません。確かに。それじゃあただの仕事好きか。そうですよね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい。何これ。敵。ジョッキで。はい。え、待って、ちょっと待って。はい、いろいろ突っ込みたいこといっぱいあるんだけど、手短に聞くね。なんでテキーラ持ってきた。注文されませんでした。されませんでした。ハイボールを2つ注文したの。違う方がいいかな。なんで。気遣い。だからなんでテキーラ。手っ取り早く酔えるものがいいから。なんだその雑な考え方は。あれ、あんたどっかで会ったことねえか。あ、そうか、新人。あ、新人か、いくつ。60。今何年してる。そう、そんなのどうでもいいから早くハイボール2つ作ってきて。態度が悪いんじゃねえか。すいません、すぐに新しいの持ってきますんで。コンセプト。何が。ドジッコおじさんち。違います、おじさんなんでドジッコじゃ。ああ、そっか。え、てかさ、あの人大丈夫なの。何がです。いや、見るからに顔色が不幸そうだから。不幸。あれのどこが。あんなの好き勝手生きてるだけなんだよ。ピッ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 そうじゃないわ。え、あの人って嫌いなの。いや別に、おじさんが嫌いなだけです。おじさん。オーバーエイジメン。え、じゃあこの店向いてないんじゃない。なんでですか。いや、だってほら、ほら。また来ちゃいましたよ。今度発売なんですよ。そうか。お客さん、バンドでは何してんの。
あのポジション、あーポジションね、左左客席から見て左左側、大変ですか。いや、まあ、右側に比べれば大変なんじゃない。一番左ですか。ああ、まあまあ、3人だからね。そっか、じゃあ大変かもしんねえな。一番左は1人しかいねえからな。まあ、そんなこと言い出したら右も真ん中も1人なんだけどね本当ですね。ねまあでも場所によってね、その大変さが違うんじゃない。そっか
理由ぐらい聞きません、別れた理由。まあ、それは面倒くさくなっちゃう。面倒くさかったからか。今、心の痛みはどうですか？だいぶ良くなりました。でも、まだ少し痛みます。痛み方は、ズキズキとした感じですか？それとも、ズキズキとした感じですか？ズキズキしてる気がします。そうですか、ズキズキしている気がするということは実際にはズキズキとしていないのかもしれないという、そういうことですね。はい、はいはいはい。彼氏さんはどういう人なんでしょうかね。バンドマンです。バンドマン、バンドなんてギャンブルみたいなもんじゃないですか。そうなんです、ギャンブルなんて最高じゃないですか。楽してお金を稼ぎたい。例えば泥棒とか、泥棒とかですか。ギャンブルなんて、どうせギャンブルがダメなんて、どうせ汚ねえおっさんが言ってるだけなんだよ。見たことあるんですか？見たことはねえですけど。ならお知り合い？いませんけど。でもわかるんです、あいつらは何にもしねえで、ただただ時間が過ぎていった結果そこにたどり着いただけなんです。それを偉そうにちゃんと生きろとか言いながら川に流れ着いていくんです。はあ、どうして私はこんなに不幸なんでしょう。普通の彼氏が欲しかっただけなのに。なんて不幸な人なんだ。あなたにはこの薬を処方して差し上げましょう。よく眠れます。早く悪夢から覚めるといいですね。はい、じゃあ失礼します。失礼しますね。お大事に。はい、ありがとうございました。次の方どうぞ。どうしたの、お母さん。もう帰るよ。今公園だから、もう帰るって。まだ6時じゃないか。始まっちゃったの。そっか、父さんまだだもんね。分かった、早めに帰る。小麦粉と卵だろ。あとキャベツと青のりとソースとカツオ、お好み焼き買って帰るよ。その方が母さんも楽だろ。うん、買って帰るね。大丈夫、拾い食いなんてしないよ。じゃあね。
少しこちらお邪魔します。大丈夫ですね。そのまま気にせず寝ててください。僕ね、不幸なんです。ものすごく不幸なんです。僕ね、すいません。起こしてしまいましたか。申し訳ありません。独り言ですんでお気になさらず、そのまま寝ててください。大丈夫です。本当に寝てもらってね。ごめんね。そんな真剣に聞かれても話しにくいですから、寝てもらってるぐらいがちょうどいいです。5年間ですよ。理由は分かってるんです。本当です、分かってます。なんで別れたのか、その理由くらい。妹のことです。兄弟児ってやつですよ。それが原因なんです。はっきりとは言われてません。でも分かるんです。だってそうでしょ。そうなんですよ。聞いてますか？聞いてなかったんですか？聞いてた。ちょっと何してるんですか？聞いてくれるぐらいしてくれてもいいじゃないですか。別に意見を言ってほしいとも、相談に乗ってほしいとも言ってるわけじゃないんですから。いいでしょう。何してるんですか？話聞こうと思って。だから、こうして。何を着ようとしてるんですか？言いましたよね、寝ててくださいって。寝ててね。こんな話は寝たまま聞いてもらうぐらいがちょうどいいんですよ。
寝てますか？寝てますよ。そうですか。ではそれでその彼女がすごくいい子なんですよ。どんなところがいいかというと、顔の割に小さな胸や少し鼻にかかるその声も、嘘のつけない大きな声や火事に向かない荒れた手のひらも、彼女を作る全ての要素を愛してたのに、そんな大場だけ何がダメだったんだ。聞いてくれますか。彼女旅行に行きたいとか一緒に住もうとか、もう無理ばっかり言うんです。僕ができないってことは言い続けてたら、今日急に別れるって。彼女のことは全部受け入れられるのに、何がダメだったんだろう。なってた。不幸に、うん、それは不幸ですね、うん、それで何もしてもダメだって。僕は何かしようとしてもできないって。別れ話をされても何も言えないし、妹がいるから遠くにも住めないし、フェラーリを買うことすらもできません。乗せてもらってもいいですか。すいません、ガチャバン、鍵貸してください。すいません、ガシャガリガガガガガ。
どうだった？ダメ、出ない出ない？うん、出ない。どうする？どうするって待つしかないだろう。待つって、まだ間に合うの？まだ間に合うんじゃないかな。ライブの本番までは18時50分。あ、ギリかな。どうする？どうするって、とりあえず焦る。そうだな、こういう状況だし。やばい、やばい、やばい。おい、おい、おい、やめろ。俺焦っても意味ないんじゃない？そうだろ、焦ってもこういう時ミスするだけだから。あ、そっか、ごめん。いや仕方ないよ、こういう状況だし。少し落ち着こう。そうなんだ。どこ行くんだよ？ゆうや、
いざという時のためにサポートメンバー探しとこうと思って。いや、初めましてでいきなり無理だろ。一番真ん中だぞ。いや、やってみればいいんじゃない。え、不安とかないの？不安。さ、初めましてでいきなり初対面でライブ本番なんて、どんなバンドでも無理だよ。そうなの？たとえビートルズでも無理だね。ビートルズでも。ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバーはできるよ。できる。カラオケでしょ。カラオケ何もしてないじゃん。何ニヤニヤしてんだよ。本当に思ってるんだと思ってる。思ってることを言ってるよ。なるほど。マーメイドミッションは、マーメイドミッション、あの狼の被り物のバンド、中身入れ替わっても気づかないじゃん。分かんないじゃん。だから誰でもできる。サカナクションは、サカナクションは10万人突破の YouTube のライブがちょっとなんかテンションおかしかったね。そうですかね。こんなこと言って大丈夫か。大丈夫じゃないかもしれない。炎上しそうな気がする。やばいやばい。大丈夫か。やばい。だから分かった。え、思ってもないことを言ってることだよ。思ってないこと。もういい、もういいよ。もういい。初対面でライブはいきなり無理。分かった。分かったよ。何してんの？え、これやっぱりね、打ち上げの準備まだいいんじゃない？あ、そっか、効果切れちゃうんだ。まあまあ、そういうこと。どうしたの？いや、なんか音が変なんだよ。大丈夫？もう本番前だ。分かってるよ。あー、ちょっと A もらっていい？ A感じない？感じてない。
何よ、俺には無理だよ、バンド一本に絞るのは。今からのままには退職届撤回してこい。嫌だよ。なんでだよ、今日のライブができるかどうかのバンドだぞ。そんなことより今何時だよ。今、うん、今19時10分。10分、うん、10分過ぎてる。10分、10分か。ただまだ間に合うな。急ごう、うん、ちょっと待って、間に合ってねえよ。どういうこと。10分過ぎてるんだろ。間に合ってないよ。言ってる意味が分かんない。いやだから10分過ぎてるってことは間に合ってないってことだよ。それがどうしたって言うんだよ。本当だ、逃げる。おお、何、ライブも止まってるって何で。おお、おお、お前たち本番前に何もめてんだ。いや遅えよお前、何してたんだ。すぐ準備しろよ。準備もうとっくに時間過ぎてる。え、どういうことだよ。もう間に合わないってことだよ。まだ分かんないだろ、今すぐ出ていけば。もう無理だ、次の演奏が始まってる。俺たちもうあの頃に。あ、なんか食べた。みんなどんなつもりでバンドやってきたんだ。おい、おい、どんなつもりでバンドやってきたんだよ。おい、おい、じゃないんだ、落ち着けよ。バンドのために食肉工場の食肉工場。それはお前がバカなだけじゃ。そんなこと大したことねえだろ。食肉工場。大体お前なんでそんなに小さいんだよ。バンドのコンセプトが3人で肩に揃えてこうって言ったじゃんか。お前小さいよ。悪い、めっちゃやめろ、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 もうちゃんとしろよお前。ライブ本番だぞ。何やってんだよ、脱力しすぎだよ。ちゃんとしろよ。それに遅れてくるなんてらしくないだろう。どうしたんだよ。いいな、僕は一人ぼっちだ。どういうこと。恋の始まりには理由はないが、終わりにはあるってこと。だからどういうことだよ。別れたんだよ。だってよ。ごめんごめん。お前それでなんで別れたの。だって彼女が別れたいって言ったから。お前それですんなりそれを受け入れたんだ。だってそれしかしようがないじゃん。なんでこういう共感の仕方。共感の仕方すごすぎる。いいやつだな。そんなことないよ。とにかくバンドのライブに出よう。いいよ。あ、手出したお前。お前いつまで引きずってるんだよ。手出した。見てみろ、見てみろ。何、お前、お前、これ、お前、これ、こっち、見てみろ、見てみろよ。ほら、女なんて星の数ほどいるんだから。ほら、左から、うん、べっぴんさん、べっぴんさん、べっぴんさん、一人飛ばして、べっぴんさん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 、さあ、君は一体この中から、どなたを選ぶんですか。いいんですか。いいんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは。いやいや、私が行きましょう。そちらの方。どうも、今日はどこから来られたんですか。新大阪から来られました。ああ、そうですか。なんか、あの、楽しいですか。会話下手か。いや、どうしようかな。新大阪、じゃあ僕今日何時ぐらい行きましょう。新大阪行く。9時ぐらいだったらもう、あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。
誰？わかんない。誰？いや、もう知らないけど。誰？カク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 外国の人かな。いや、何ファンの方から差し入れいただいたからよかったなんでわかんだよなんでわかるんだよなんでわかんないんだよわかんねえカクカクカク最後だって頑張ってくださいって言ってはっきり言ってないでわかるんだよはっきり言ってない何これファンの人差し入れ余ったからよかった。ああ、頑張ってください頑張ってそっかわかったよやりますか。 A もらっていい。私の名前は山村秀明、62歳男、大型カニ座、右利き。普段はアルバイトしております。先日からコンセプトバーでボーイ始めました。ボーイ。女の子にお酒持って行ったり、アイサル交換したり、交換しなかったり。まあ、雑務ですよね。60代で、ボーイという面白い世界でした。気づいたら、無職になってたんだよ。2時間で3枚。お皿3枚。こんだけ割っただけなんだよ。割りすぎかな。お皿3枚。灰皿5個。瓶2本。グラス2、3、割りすぎ？割りすぎかな。まだまだ割るのか。本気出せば、2枚100枚割るのや。悪仕事なんてないんだよ。みんなさ、世の中さ、余裕がないんだよ。せちがない世の中だよ。世の中には不幸があふれてるらしい。みんな自分が一番不幸だと思ってるらしい。自分には特殊な才能があると思う人がいるように、自分はみんなより不幸だと思う人がいる。そんなわけあるか。だってさ、俺一番不幸なんだからさ。俺一番だよね。幸せは感じ方だよね。ちょっといい。じゃあ酒を飲むとね、饒舌になる。本当だよ。酒に入ってる成分がいいとか悪いとかね。大丈夫だよ。世の中にはいいことか悪いことしかないんだよ。幸せそうにやる。どこが不幸だ不幸だと俺一番なんだから。これどこが幸せだよ。さてさ、お前さ、本当の幸せ知らないな。不幸なやつだな。よし、ドバイ行こう。ドバイこっち。こっちドバイこっち。こいつ。さては行かせに来てないのね。じゃあ歩いて行けるわけねえだろ。飛行機だ飛行機。見えてない。110円。これ110円だよな。ほらやってけそうだな。
高そうだね。あ、そうそう、ごめんなさい、これでお酒買ってきて。え、いや買えない。え、なんでこの間のやつ買ってきてもらったよ。頑張れよ、もういいよ。たいいじゃん、それ彼女のこと。え、いや、うまい、寂しいな、若いの。え、寂しくない。え、寂しくない。なんで。え、だって彼女いないと寂しいでしょ。え、いや、なんか友達。え、友達がいるから。ああ、それで寂しくないんだ。ああ、感じ方はね、人それぞれだからね。でもさ、恋愛だなんだってさ、不幸ってるやつはさ、本当の不幸知らねえんだよ。障害だなんだってさ、運転なきなんか小さいことで悩みやがってさ、なんで、こっちはさ、今日生きていくこともままならねえのにさ、なんでさ、あんなちっちゃいことに必死に悩んで、不幸それできるんだよ。もっとさ、なんていうの、インボイスとか悩むことあんだろ。え適格請求書と保存方式だよ適格請求書と保存方式俺にも俺さ、夢あったんだよ。これだよ。で、右側だよ。え、右側。え、姉ちゃん右側なんだ。あ、そうなんだ。で、俺たちもさ、昔はさ、それなりに人気あったんだよ。でもさ、落ちる時は一緒だよ。男女関係なんてろくなことねえよ。新しくさ、かわいいギターが入ったんだよ、右側だよ、はい、そしたらさ、ボーカルもベースも気に入っちゃってさ、まさかさ、あんなことになったらね、バンドがすごく良くなった音に厚みが出たんだよ、売れも売れたよ。いやさ、じゃ、まあ、俺はさ、まあ、音に厚みが出たせいで俺の好みがなくなったわけ。右側二人もいらねえしさ、卒業したんだよ。いいじゃねえよ、見なげねえだろ。まあ、こういう性格だからさ、一つのところにとどまったじゃん。ああ、その後は、まあ、ウェイター、ああ、警備員、工事現場、食肉工場清掃員、いろいろやったよ、うん、まあ、どれもなんで長続きしない朝起きれない違うよ、病気のせいなんだよ、アルチューだよ違うよ、お酒のせいだよ。お酒が美味しいから悪いんだよ。どうもしねえよ、はい、保健所ねえからさ、病院行けないだろ。で、病院行けないから診断書もらえないだろ。診断書もらえないから障害年金もらえない。だからお酒飲めないんだよ。俺はお酒なの？いや、これがお酒か。ああ、金欲しいな。そうだ。車に轢かれてこよう。なんで止めんだよ。え、金もらえんだろ。保険？え、なんでそれ。金もらえんだろ。もういいよ。じゃあさ、車轢かれてくるからさ、お金くれよ、7億円。え？車に轢かれるのも宝くじに当たるのも一緒なんだよ。事件は事故も一緒だよ。え、これしてえな、トリートメントしてえな、キューティクル欲しいな。あ、そうか、風呂行こう。あ、ダメだ、110円しかねえんだあ、今俺のこと不幸だと思ったら。そうだよ、俺は一番客だから大丈夫だよ。え、だからさ、そこでお酒買ってきて。え、ほれ、はい、ちょい、頑張れよ。なん、はい。来てくれてありがとう。みんなのおかげで
俺たちもこんな大きなステージに立つことができました。本当にありがとう。ありがとう。こんな大きなステージに立てるなんて思ってもなかったから、びっくりだよな。俺たちもいろいろあったけど今すっごい幸せだよ。最高だよみんな。お前たちがこんなステージに立てて幸せだよ。俺もお前たちと一緒にやってこれて幸せだよ。あるのいろんなことがあったな。ねえよ。いや、あるじゃん。覚えてねえのかよ。ほら、最初のライブの時。誰かさんが来なかった。あの時は大変だったな。お前だよ。それじゃあ、そろそろ最後の曲聴いてください。一緒に歌ってくれたら嬉しいな。パーカー。なんでお前が最後はリーダーが締めるもんだろ。ごめんごめん、改めて聞いてください。なんでお前がリーダーだからだよ。いつからお前がリーダーなんだ。いつもスタジオを撮るのも予定合わすのも俺じゃん。それはお前が一番年下だから。同級生だから。そうだよ、雑用係だから。そう、俺がいなかったらこのバンド成立しないから。だからってリーダー気取りかよ。本当の話だから。ライブの打ち合わせもそうだし、もろもろ調整とかお金の計算もそう。あ、こないだの遠征費の入れ替えだって返してもらってないから。実際に一番向こうの人がリーダーっていうことなんじゃないの？ほら、やっぱりそういうことなんだよ。そういうことなんだよ。これ俺がリーダーだよ。違うよ。だってお前何にもないじゃん。出番も少ないし。ああ、言った。すみません、一番言っちゃいけないこと言った。ごめんなさい。どうしようもできないこと、そういう意味でも俺が一番不幸ですよね。最後のコントだからって急にいっぱい喋り始めるんじゃないよ。そうだよ、お前キャラじゃないんだからさ。俺たちにさ、この前のシーンとか前の前のシーンとかいっぱい最初からいろんな不幸エピソードとか俺たちは語られてるけど、お前は途中なんか半ばくらいからスッと出てきて何のエピソードも語られてないんだからな。な、全部言う。そうだよ、お前は普通なんだからな。な、な、な、そうだ、お前がリーダーじゃないぞ。わかるだろ、お前じゃないんだよ。俺だよ。なんでお前なんだよ。お前のどこが不幸なんだよ。いや俺不幸だろ。いやいや、お前は不幸っていうか、不幸だって。ほら、不憫だよ。不憫ってなんだよ。お前、俺そんなの食ったことねえんだよ。あれ不幸だ。不憫知らねえよ。俺不幸、俺不幸ですか。いや不幸。幸せじゃん。バカ！
無理、無理がある、無理がある。それに俺、昔、何何女に財布取られたことあるし。ああ、あの女な。そう、あの女に入れ込んでどんだけ貢いだと思ってんだよ。まあ、可愛かったからな。しかも、挙句なんて一方的に振られたんだぞ。ほら、やっぱりリーダーにふさわしい不幸じゃないか。お前、女切らしたことないじゃん。え、今まで何人と付き合ったの？俺からしたら十分幸せだ。そうだそうだ。いやいやいや、出会いの数だけ別れは増えるんだから、俺には俺の苦労が。それはお前がだらしないっていうだけでさ。やっぱりお前は幸せだよ。くそ、なんで幸せなんだよ。そんだけ遊んでるお前が結婚するからだよ。なんでそんだけ遊んで結婚できんだよ。遊んでねえよ、全部本気だよ。本気で付き合ってるし、そうだよ、幸せじゃん。くそなんでだから、共感力がすごすぎる。幸せなのよ、一番幸せなんだから。そうだな。それじゃあ最後の曲を聴いてください。タカ、何も飾らない封筒がついているこの交換、自分だけは特別と思いながらみんなと同じ封筒を聞いてた。今となれば母が買ってきた寒くない朝なのに手に取り
笑みを浮かべたさでかけよう。道を通って昨日のことのように今はっきりと思います。何でもないようなことが。おい、幸せじゃねえかよ。お前なんでストーリー知ってんだよ。いや、逆になんでお前が知らないんだよ。あんだけバンドディスってたじゃねえか。お前ええじゃねえ、ええじゃねえ。お前先生どうなったんだよ。あ、そうそうそう、まあ、たまたま寄ったコンビニで出会ったんだ。ちょっと待って、俺出会いからそんなに細かくやっていくの？そのつもりだけど。第何章までかかるんだよ。それそれそれ。何が？お前本当に知らないの？知らないって言ってんだろ。そんな細かくやってたら13章かかる。それ。それだよ。どれかよ。みんな13か14で悩んでる。13章だろ。13か14。13章。いや、ここでディスってみようよ。何を？その13章まで、もしその1章から13章まで続くような曲を作るような、なんかそういうバンドがあったとしたら、それどう思う？すげえ年下の嫁さんと離婚するだろ。よく分かってる。知らないんだ。知らないの。知らないの。本当に知らないの。そう、もういいよ。もういいから、うん、その子どういう子なの？可愛い人だ。財布は取らない。取らない。けばい清楚だよ。セックスはするやん。お前は幸せだからリーダーにはならないな。そう、彼女は特別なんだよ。境遇が同じっていうか兄弟じゃない。彼女と出会って俺は初めて自分を好きになれた。それは彼女も同じだった。彼女が俺の、俺が彼女の居場所だったんだ。どっちのリアクション？続けていい。惹かれ合った二人だから一つになったんだ。
そう何もない大丈夫、君も幸せになれるから。どうやって、え、やどうやったら幸せに。いいです、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 私がリーダーです。そうだね、紹介します、新リーダー、サチです。サチです。そして新リーダー山村美明。行きます人生何があるか分かんないよな。ほんとそうだよ、昨日食べたアンパンの中身がカレーだったんだ。世界はそれをカレーパンと呼ぶんだぜ。え、そうなの。人生何が起こるか分かんない、それじゃ最後の曲聴いてください。世界はそれをカレーパンと呼ぶんだって。気のせいか。